野菜2440円。 えー、野菜大好きおじさんはなぜ光線法発行おじさんにあんなに推進してるんでしょうかカリスマ性ですかねひるきさんの見解を聞きたいですえっと別に浸水をしてなくて堀江さんって政治やりたい人なんですよねであのまあ自分から政党立ち上げてやるほどのやる気はないんですけどワンチャンそのティーバナさんを手伝ってたら自分の秘書が政治家になって政治的な影響力を持てるんじゃないかっていうのに期待して肩入れをしてるだけで別にあの浸水してるとかではないと思いますよなのでなんかこいつめんどくせえなと思ったらサクッと切るっていうのをやると 思ってください食べ針おじさんは無事に地球に帰って来れますかもう帰って来れるんじゃないですかえ100億円以上払って宇宙旅行に行かれた民間人の方について何か喧嘩をかずくださいそれだけ使っても財産がついことはないんでしょうか確か増争売って1700億円とか入ったんじゃなかったでしたっけ なので別に大した額じゃないと思うんですけど民間人初みたいな表現を見たんですけどソユーズに乗って宇宙に行った民間人初は TBS の,の秋山さんっていう人が初だと思うのでそういう意味では別に初じゃねえんじゃないかなと。 お金払っていけるっていうのはそのもう20年以上前のかな2 5 6年前かなまあ、秋山さんがロシアにお金払ってソユーズで行ったんですけどなんでお金払えばいけるよねっていうのはみんな分かってることなのでなので僕は堀江門とかのあの自分でロケット作ってやるぜっていう人の方がなんかよっぽど夢があるんじゃないかなと思ってたりしますはい。 えー、現在東京で一人暮らしをしている大学3年生です。年に4回ほど帰省をするのですが、その度に祖父母が2、3万ほどお小遣いとして持たせてくれます。他にも様々な面でお金を渡してくれます。お金が余ってるのと祖母は言うのですが、なんだか申し訳なくなる時があります。渡してくれる限りはありがたく受け取ってうでしょうか。正直助かっています。ガンガン受け取ってください。世の中あんまり分かってない人多いんですけど、人に対して施しをするって。 結構快楽にななる行為なんですよ心理学の実験でアメリカでやったやつなんですけど5ドルまあ日本円で言うと500円ぐらい500円をもらった時に感じる幸せとあなたが指定する人要はあなたに 5, 5ドルあげますと。でこれを誰かにあげてくださいって言われた時に誰かに5ドルあげるっていうのでどっちがその人を幸せに感じるかっていうと5ドルもらった時より5ドルあげた方が人って幸せを感じるんですよ。 すげえ貧乏な人は別に何か500円ないなんかあるかないかで生活パターンが変わるなんて人はほとんどいなくて「あ500円ありがとう」って言うけど、まあ、別にポケットに突っ込んでだいたい30分すると忘れちゃうんですよもう500円もらったってことは。でも誰か困ってる人がいてその人に500円あげたってなると割とその幸せって半日とか持つんですよ。 例えばじゃあその子供がなんかあのすげえお菓子食べさそうにして売店の前でこうなんか指加えてた,たらあじゃあなんか好きなお菓子買いないよ買ってあげるよって言って買ってあげると割とその幸せって半日とか一日とか覚えたりするんですよなのでたった500円っていうのは自分がもらうより他人にあげた方が結構幸せを感じるっていうのがあったりするのででおばあちゃんどうせ死ぬんすよいつか であの死んだ時になんか相続税バーンって国に取られてなんかあの大きな金額としてきたとしてもじゃあ相続した時が1,000万なのか1,500万なのかって受け取ったが一緒なんですよ。だって元々いくら来るのかわかんないからね。で来たとしてにえ本当は1,500万だったんじゃないのとかって思わなくて1,000万だったら1,000万も来たってなるし1,500万だったら1,500万だってなるんですけど2万3万円って毎回毎回お2万円もらえたとか3万円もらえたって毎回嬉しいわけじゃないですか。 っていうのがあってなので実は毎回に3万円を渡すの方がおばあちゃんも幸せを感じるしもらってる側も幸せを感じるので,でしかもあの相続税もあの多少減るっていうのもあるのでなのであの効率的だと思いますあの年間60万までは贈与税がかからないので60万以下の金額はあのもらい続けた方があのお互いにメリットがありますあの税法的にもはいあ贈与税110万でしたっけすいません110万です